バシッとね、こうだからこうだからって言えたらいいんですけど、そういうのを持ち合わせていないので。正直なんか何が伸びるってやっぱ最初は分かんないじゃないですか。なんで基本には自分が普段どう思ってるかっていうのはやっぱりあって、コミュニケーショングループの望月と申します。2017年にクラシコムに入社しました。MD チームの石谷です。普段はお客様係として、お客様からのご注文や返品交換の対応やお問い合わせのお返事などを担当しています。あとは私自身はメルマガの配信の担当もしています。バイヤーとして商品を仕入れたり、インスタの運用だったり、ショート動画の撮影をしています。展示会で会うっていうパターンもあるし、日頃からインスタとかで見てて欲しいなって思うパターンもあるし、その欲しいなって思うものはいっぱいあるけど、それがお店に本当にフィットしてるかなっていうところもまず考えて、それアタックするかも考えて、実際に使ったりとかして、こういう商品ページがいいんじゃないかっていう大枠までできてから、発注っていう感じになるので、すごい長いですね。めちゃくちゃいっぱいになっちゃった。どうしよう。形はどれでしたっけ？意外とこの色が選ばない。カーディガンって結構他のと何かと合わせるというか、下に何か着る前提だから、差し色すぎても難しいし。あとこれ、菅野さんが言ってたやつ。これは全ね、く。めっちゃいい匂いこれ。あ、確かに酢ってすごいいくんですぐなくなりますね。このね、容器だけ、ここはめっちゃいいんですけど、このなくなってきた時にこうやらないといけないのが大丈夫かなって思ってるんですけど、その取っかかりは可愛いってなるけど、なんか本当にそれを使い続けたいって思うかみたいな、なんかそういうところでドロップとかはしたりしますね。そう、メルマガは前の日の午前中に書きまして、ただ商品ページがフィックスするのが大体当日の朝なので、編集チームがギリギリまで粘って仕上げた商品ページを受け取って、もう一回読んで、で微妙に変わってたりとか写真が差し替わってたりとかするとこもあるのでチェックして、なのでちょっと10時までがね、ちょっとね、9時から10時がすごいあれなんですよね。技の新定番って雑誌で今日はメルマガを使ってます。こんな感じで自分の中でいくつか案を出してみて、どれが今の気分に合ってるかなとか、お客様だったらどれだったらこのメルマガ読みたいって思ってもらえるかなっていうのをスタッフと一緒に大喜利して、最終的にまあ2人がフィットするものをその日その日で選んで決めてるっていう感じですね。メルマガはそう、他の SNS と違って、1回送ったら編集もできませんので、まあそれはお客様のお返事のメールも同じことで、その1回が大事なので、結構そこは緊張感持ってやっております。今インスタいろんな人が作成してるんですけど、レシピはその時に自分がその担当者が食べたいものを結構 選んでますね。特にコロナの時に、みんなご飯どうしようがすごい話題になったんですよ。お昼どうしよう、夜ご飯どうしようみたいな、その話を聞いて、あ、みんな今レシピが欲しいんだっていう風に感じて、そこからインスタで毎日レシピを流し始めるっていうのをやってみたんですけど、すごいそれがやっぱりよくって。今日は、インスタと TikTok に載せる用の、ショート動画の撮影をしています。今日は料理編ということで、キッチン道具をメインに
紹介する撮影になります。最初に企画して、その後出演者のスタッフにいろいろ声をかけさせてもらって、うん、じゃあどうやってこう紹介していこうっていうことを実際に話しながら打ち合わせして、今日本番っていう感じになります。はい、3分です。バイヤーの間でこうおしゃべりしていて、あ、そのアイテムめっちゃいいよねみたいなこう話で盛り上がるんですよ。で、え、本当にみたいな感じで、それの口コミをきっかけに買った商品っていうのがすごい良かったりして、なんかその喋ってるところってかなり本音が出るっていう、なんかそのもっと踏み込んだ情報を伝えてきたらなっていうところから始まった。なんか私たちの仕事だと、そんなすぐ改善みたいな、お客様に意見もらってすぐそれを反映できる時もあれば、まあ、できない時も結構あるので、なんかこう言葉だけが先行してないかっていうのは気にするようにしてるんですけど、そこの伝え方、文字でのやり取りがどうしても多くなるので、なんか語尾とか最後の一言に何かこう、この人たちが返事書いてるんだなっていうのを感じられるような体温っていうんですかね、を載せるように、本当ちょっとのことなんですけど、メルマガだったら冒頭のなんか一言とか、実はあそこが一番時間かかりますし、コロナになってからは家の中で仕事をしてっていうことが増えたので、なんか雑貨の検討とかがすごくやりやすくなったかなって思っていて、実際に自分が生活していて仕入れの動機に重なっていくっていうことがコロナになってからは多かったなって。特に器とかはやっぱり家でご飯を食べるっていう機会が増えたので、そのご飯のたびにこう試せて、結構お金とかも限られてるし、これだけいろんな商品を扱ってるので、自分が仕入れた商品を全て買うっていうことはやっぱできないんですけど、その中でもこれはいいよねって自分なりにこう納得してる状態で販売できるっていうのが絶対やりたくって、最近仕入れたそのスタジオ M っていう器を仕入れておきました。どのサイズをうちで販売するかっていうのにかなり迷って、発売した商品をお客様から問い合わせいただくことは結構あるので、事前に見れる商品については見たりとか触ってみたりとかして、うん、お問い合わせの参考にしています。私は結構そのダイレクトに受ける、受け流せないタイプ、なんかお客様の気持ちもすごい分かるよねってことの方が圧倒的に多くて、なんか同じ生活者なので、ネガティブなフィードバックとかいただいたご意見とかはもう本当に真正面から受け止めて、スタッフ間でも結構一緒で、なんか自分と違う意見とかがあっても、あ、そうだよねっていうふうに、自分の意見にこだわりすぎないっていうところを大事にしてるというか、そういうところがあるので、バシッとね、こうだからこうだからって言えたらいいんですけど、そういうの持ち合わせていないので、納得させようとは多分思ってないんでしょうね。で、もう素直に昨日はこうだったけど、あの後家で考えてやっぱりこっちかもしれないってどう思うみたいな感じで、まあそうですね、やっぱそうかもしれませんってなる時もあれば、いや、やっぱり最初の案じゃないですかってなる時もあるんで、その都度一緒にこう、もう
そこは率直に意見出し合ってすり合わせるっていう感じですかね。だからどっちが折れるとかいうことではなくて、こう A と B の案をこう寄せていって、なんかその間にあるものがを見つけるみたいな感じになるのかもしれないですね。正直なんか何が伸びるってやっぱ最初は分かんないじゃないですか。会社自体のスタンスでもあるかもしれないんですけど、かなり小さく試すっていうことをすごくさせてくれる会社だなっていうのを感じていて、なんか初回からすっごい大きいことをして大ごけして怒られるみたいなことはないんですよ。最初の一歩がかなり小さいから。なんで基本には自分が普段どう思ってるかっていうのはやっぱりあって、でとにかくやってみて、そこを頼りにじゃあ広げていきましょうよっていうのが多いかなと思ってて、なんで自然と私もそういうあれですね、感じになったかもしれないです。私は最初はもう本当に慌てふためくタイプで、今はどちらかというと相談を受けることが多くなってきたので、年次的にもなんか問題とかが起きたりとか課題が目の前に来た時に、本当にそれって私が慌てる問題なのかなとか、本当に今すぐ慌てなきゃいけないのか、それとも明日まで一旦落ち着こうみたいなことはできるようになったかなって思ってます。ものづくりの学校に行ってたことがあるんですけど、その時に作るっていうことを習いに行ってるのに、あの不器用すぎて先生が作ってるみたいな最終的にっていうのがあったり、なんかすごい好きだけどさ苦手なこととかもやっぱりあって、まあ、それはしょうがないなって思うので、自然と回数を重ねていきたいなって思えるものに出会えたらラッキーだなって思うので、難しいって感じるのも結構自分にとって大きい気づきだったりするので、その時はね悔しいかもですけどね。でもなんか私もそのエムリンに入って、まさか自分でなんかカメラでこう撮影してこうなんか記事書いてみたいな、ここまでなんか最初の方とかやると思ってなかったんですけど、でもそれをやってみたらすごい楽しいなと、あこれ得意かもみたいな感じとか気づけたりとか、しかもなんかその自分が仕事してる様子を見てちゃんとあの仕事を依頼してもらえたりするので、社内の中でなんかすごいだから見てもらってるんだなっていうのはすごく感じて、気づけば、苦手だなって感じてることはなくなってましたね。いつの間にか、そういえば